皆さんこんにちは、トランペット奏者の清水慶太郎です。私は、今フィンランドの国立歌劇場で短期契約をいただいて2、3番トランペット奏者として活動しています。今回のビデオでは皆さんにフィンランドで開発されたとても興味深い金管楽器のためのサポートシステム、こちらのエルゴブラスを紹介させていただきたいと思います。この商品の基本的なアイデアというのは、トランペットの重量を腕また上半身から取り除くことにより、体に生じる、楽器を支える際の不必要な緊張を取り除き、演奏を楽にしようというものです。今回のビデオではこの商品の内容物の紹介、そして、組み立て方、そして取り付け方などを含めた使い方を皆さんに紹介していきたいと思います。それでは実際にエルゴブラスを開封して中身を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。エルゴブラスは大きく分けて3つのパートから成り立っています。一番最初に取り出していくのはこちらの金属製のロッドですね。見てわかるようにこちらにバネがついていますが、こちらのバネが演奏する際に快適な感覚を保つのに非常に重要な役割をします。そしてこちらのネジ式で止まるこの高さの調整システムですね。これがエルゴブラスをあなたの理想的な高さに調整するために役割を果たしますが、この使い方についてはまた後半部分で説明します。これが一つ目のパートですね。そしてこちらが二つ目のパートで、これは椅子で演奏する際に、椅子の面に立たせて使うものなんですけれども、椅子と接地する部分にはこのようにゴムでできたストッパーがついています。これが二つ目の部品になります。そして3つ目にこの小さい金属製のプレートと、プラスチックの結束バンドがついていますが、こちらがトランペットとエルゴブラスを接続するためのパーツになります。大きく分けてこの3つのパートと、そしてエルゴブラスのパッケージの中には、このようにリーフレットが入っていて、他の楽器のためのバリエーションも多くあります。こちらがホルン、そしてユーフォニアム、そしてこちらがトランペット、そしてもちろんトロンボーンのように、各種楽器について販売されています。そして一番最後にあるのが立奏用のエルゴブラスのパートになるんですが、これはベルトに固定して、立奏する際にもエルゴブラスが使えるようにという目的で同封されているものです。こちらの使い方についても、後ほど説明させていただきます。それではエルゴブラスを実際に楽器に取り付ける方法を見ていきましょう。まず使用するのは、こちらの小さな金属プレートになります。こちらの金属プレートのここに3つのクッションがありますが、ここの3つのクッションがちょうど、このピストンのここの部分に設置する形になります。そして、ここに2つの結束バンドがありますが、この、片方の結束バンドに3番ピストン、そしてこちらの、輪っかに1番ピストンがちょうど入るような形になります。では、こちらのアングルからこういう形ですね。ここに3番ピストン、そしてここに1番ピストンを入れて、ここに準備ができたら結束バンドの両端を固く引きます。この時はできるだけ固くしっかりと固定してください。はい、これでエルゴブラスが楽器本体につきました。もちろん、この余った結束バンドは邪魔ですので、ニッパーかハサミなどで切ってください。これで楽器がエルゴブラスを使うのに、準備万端という状態になりました。見ればわかるんですけれども、エルゴブラスは楽器を演奏するときに邪魔になるような位置にはありませんし、場所を取るわけでもないので、この部品はですね、エルゴブラスを演奏、使うとき使わないときにかかわらず、つけっぱなしにしておいて、問題ありません。では、この本体に、今度はですね、ロッドを装着する方法の方も見ていきたいと思います。ではロッドと楽器本体を接続のしていき方を見ていきましょう。まずこちらの2つのロッド、プラスチック製のものと金属製のものがあるんですが、こちらを接続します。このプラスチック製のロッドのこの部分には穴が開いているので、この穴に金属製のロッドを差し込みます。差し込んだら今度はこちらのゴムのバンドですね、このゴムのバンドをこのネジの部分に引っ掛けます。これで2つのロッドが接続されました。これで手を離してもですね、プラスチック製のロッドが落ちる心配はありません。
で、この金属製のロッドの先端に、安全ピンのようなものがついているんですけれども、まずこちらを取り外します。取り外すと分かるんですけれども、この先っちょに出っ張りみたいなものがあります。この出っ張りを先ほど取り付けたプレートの穴の部分に差し込みます。差し込んだらですね、この裏の部分、プレートの裏から今度はこの出っ張りに対して先ほど止まっていたように安全ピンを差し込みます。差し込まれました。これでエルゴブラス全体の組み立てが完了です。このロッドはですね、どのように動いても楽器を傷つける位置には来ないように設計されているので安心です。ではこれをどのように演奏に使うか見ていきましょう。それでは実際にどのように演奏に用いるか見ていきましょう。今この状態になっているように、このゴムのキャップの部分を演奏する椅子の面に立てます。そしてこの後このネジを使って楽器が、マウスピースが理想的な高さに来るようにこうやって高さを調整することができます。僕の場合は今一番低い状態でちょうど、マウスピースが口のあたりに来るぐらいでいいんですけれども、もしまあ僕よりもっと背が低い人とかの場合にはですね、このプラスチックのロッド、一度このゴムのキャップを外していただいて、このプラスチックのロッドを切断してまたゴムのキャップをはめ直せば自分の理想的な高さに調整することが可能です。でこういうふうに構えれば楽器の重心がすべてこのエルゴブラスの上に乗って、そして自分の腕の仕事というのはこのエルゴブラスの上で楽器のバランスを取るだけということになります。そしてこのバネの仕組みで多少の上下にも非常にフレキシブルに対応することができるので、楽器がこのエルゴブラスの上にですね浮いているような、そんな感覚を味わうことができます。そうですね、この演奏をしてみてすぐ分かるんですけれども、普段、負荷がかかっている腕の部分、そして上半身全体が非常に楽になります。それで、上半身のテンションが、なくなるのに従って、この喉の部分あるいは、胸なども、非常にリラックスして演奏できるのが感じられます。非常に楽です。それで、楽器を演奏しないときにずっとこの位置に持っていなければいけないということではなくて、もし楽器を演奏しない、例えばオーケストラなどで長い休止があった場合にはこのように楽器を下に下ろすことができます。それで楽器を下ろしているときに、先ほど言ったように、ロッドがベルにカーンと当たって、ベルがへこんだりということはないので心配しないでください。それで演奏するときにはまた持ち上げてゴムをここに固定してすぐに演奏の姿勢に入ることができます。非常に使いやすいと思います。では今度はエルゴブラスを理想の時にどう使用するかという使い方について見ていきたいと思います。使用するのはこちらのエルゴブラスの内容物であったバックルのようなものですね。そしてこのベルトですが、ベルトは僕の私物です。これはエルゴブラスの梱包品ではありませんので注意してください。ベルトは皆さんが各自で用意する形になります。この、エルゴブラスのバックルには両端に2つの穴が開いているんですけれども、この両端の穴にベルトをこのような形で通していってください。こうですね。これで通し終わりました。このベルトを、普段通りに腰に装着する形になりますが、今日はちょっと見にくいので、ちょっとダサいのは勘弁していただきたいんですけれども、このまま服の上から通そうと思います。ベルトの、いつもの結び目は後ろに来る形でバックルが前に来るように調整します。はい、では先ほどの手順で、腰にエルゴブラスの、バックルの取り付けが完了しました。ここに、今穴が開いているんですけれども、ここの穴のポケットの部分に先ほど座奏では座面に立てていたこのゴムのキャップの部分を差し込みます。これでエルゴブラスを立奏するときの準備が整いました。先ほどは座面に来ていた楽器の重量が今度はベルトの部分、つまり腰や足などに来るので、これも手で支えるよりはずっと楽です。
今回紹介させていただいたエルゴブラスですけれども、動画の中でも説明したように小さな子どもたちなどにとっては本当に、とても有用な発明品だというふうに思っています。エルゴブラスについて、もっと詳細あるいは、購入方法などが知りたい方はリンクにあるエルゴブラスのウェブサイトに飛んでみてください。僕はプロのトランペット奏者では一応あるんですけれども、喋るのは慣れてないので、今回のビデオでは多少お見苦しい点があったとは思いますけれども、楽しんでいただけたなら幸いです。皆さんが興味を持っていただけることを願っています。それでは。